先代能力を開花して健康に豊かに天命を生きるセルフクリエイトの川島敬堂でございます。今日はね、私のやっているうぶすな神社リサーチについてね、まあ、再度ね、お話ししたいと思います。何のためにやっているのかというのをね、うん、知っていただきたいなと思いますので、あの、うぶすな神社っていうのは私だけを守る特別な神様とつながれる神社ね。まあ、開運していくのに一番根っことなるようなね、 死後の神仏との絡め、いろんな人との大切な人との縁を結んでくれるような神様ね。それがうぶすな神になります。生まれる前から、そして死んだ後までね、ご世話になる神様で、本当にね、この、ずっとね、なんか寄り添ってくれてるっていうか、開運の基本になる神様になります。そして、えっ、ー、と、そのうぶすな神社リサーチでは、そのうぶすな神社、 ね、一生の守り神のうぶすな神社を調べるのと、それから今お住まいのところの鎮守神社。ね、ずっと生まれてから同じところに住んでる方もいらっしゃると思いますけど、まあ大抵はね、ちょっとお引っ越しされたりとかしていますので、うぶすな神社はずっと変わりません。一生変わりません。でも、そのうぶすな神が、ね、えっと、引っ越し先の 神社に対してうちの誰々さんが行くのでよろしくお願いしますねってね主語をお願いしてくれてるというかまあそういう神社がありましてそれを鎮守神社っていうわけなんですけどもねそのうぶすな神社と鎮守神社そしてえー、とこれから参拝した方がいいよというかご自身の冷凍とかそのあたりに えとすごくご縁の深い神社ね、えー、そういった開運神社今後参拝するといいというような神社をお調べしますはいでもそれだけだけではなくってえっ、ー、とあなたにはどんな守護霊さんがついてきているのかね生まれる時に産む砂神といろんな約束をして生まれてくるわけですねその時にそのええー、まあ 生まれるときに記憶は消えるようになってるんですけども、そのヒントとなるようなね、ご先祖様を代表として守ってくれているのが守護霊様になりますので、どんな守護霊さんがついてくれているのか、そして高級守護先祖霊団の数であるとかお調べしていきます。それと一人一人の霊と、これ大事でね、あの、いろんなね、神様とのご縁、 一人一人違ったりします。天照大神とすごくご縁の深い人であったり、スサノオの狼とか、ね、他にも様々な神様たくさんいらっしゃいます。なので、ご自身のハイヤーセルフ、まあその、ご自身の本当の、えー、根っこ、ね、に近い神様であるとか、まあその系統というのがありましてね、はい、その守護神をお調べしていきます。はい。それをお調べしていくと、 いろんな、ね、エネルギー分かってくるのねなので、えー、っとそれぞれの、えー、守護の神仏とかもね一緒にねお調べをしてそしてお調べするだけではないんですね。90分の開運セッションでもっていろいろね、えー、お話をしていくわけなんですね。うん その、えー、主語の神仏ということはその人の要はエネルギーと同じになりますのでどのようなエネルギーを自分自身が持っているのか、ね、そして、えー、どういったことが得意なのかそして本当は自分自身はどういうことをやっていきたいのかっていうようなことがね伝わってくるわけなんですね。まあ、そののありりを感じ取りまして深い無意識の中にある エネルギーとかを感じ取っていって、えーね、これからの人生どのようにしていけばいいのかそして自分自身が本当に望んでいるものとかそういったものを引き出していくというねまあそういうセッションをやります。はい、そして、えー、とご自身の本当に叶えたいことねそれを叶えやすくする、ね、参拝方法であるとか意識の使い方そして えと神社でもって、ね、こうちゃんと礼をするであるとかその、ね、参拝方法とかそういったことも一緒にね、えー、セッションの方でお話、えー、ワークをしたりとかやります、はい、そのようなね、えー、ことも含めて私は「うぶすな神社リサーチ」としてね、えー、提供させていただいておりますそれはなぜかというと、ね、ただ調べて終わりじゃなくって本当にね 一人一人が自分の本質に気づいてですねでそして、えー、自分自身が本当に何を求めているのかそもそも何のために生まれてきたのかっていうところを一応原点に変える必要があるのねこの「うぶすながみ」っていうのはこれ生まれる時に、ね、両親でそしてその土地と、ね、縁を結んでくれている神様でもありますので,で私たちがこの世に生まれてくる時にね 天命地名画名というのを背負っててね生まれてきまれきす、ね、天命というのは天との約束、ね、地,名地名というのはそのえ土地、まあ、日本であったりね、えー、そして、えー、画名というのは一人一人の,その、うん、得意なこと自分自身の持ってる才能を生かすとかね、まあ、そのようなね えー、天命地名画名というのを持って生まれてきますのでそのあたりもちゃんとよく読み解いてそもそも何のために生まれてきたのかそしてこの人生をより良いもの自分自身本当の自分に目覚めて人生変えていくっていうかね本来の人生自分自身が、えー、望んでいる人生に軌道修正していくっていうねまあそのような、えー、セッションを行っていきます。ね、その 一人一人が本当に自分らしくね自分にとっての成功ねいろんな価値観ありますねその社会の価値観ではなくって自分自身の本来の人生をもう一度見直し聞き直しそしてより良い方向へと進んでいくための第一歩潜在能力のね開花の第一歩というね、まあ、そのようなことをやっていきたいわけですはい。 ね、一家に一人アマテラスというねお母さんがお家の中で笑顔で輝くことそれが家族の幸せになっていくわけだから一人一人の素晴らしいところをねいっぱいねこう見つけていくねそしてそれを認識して行動に移していくっていうようなことをねやりたいなと思いますのではいこのようなことをやらせていただいておりますねちょっと気になる方そのタイミングでね あっと感じられる方もいらっしゃると思いますので、えー、概要欄の,の方にねリンク貼っておりますので、えー、そちらからお問い合わせいただけたらなと思いますので。